おはようございます。釣り子 TV です。本日の釣り子 TV はこちら。久しぶりにですね、ブルフラットの48、これにね、魚が来てくれたので、まずはこちらをご覧ください。
あーブルフラッツちっちゃい。走ったと思ったのに、久しぶりにブルフラット48に来たと思ったらちょっとのんきいサイズねえ、まあでもギルは大好きなんだね。一応ねこんな大きなルアーに反応してくれる魚はいるということで、ハイシーズンですね。じゃあ逃がします。はいはい、ありがとうね。サンキュー。ノッキーだな、これはノッキーだな。いやーでもね、亀山で久しぶりにブルフラットの48に来たから、なんか気持ち、なんか浅いとこにふわーって落としたらドゥン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 って走ってくれました。じゃあ引き続きプラを続けます。はい、というわけでね、なんとかね亀山ダムでサイズアップを狙おうっていうことで、この久しぶりにねブルフラット48のテキサスリグね、これを試してみたんですけども、まあ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 サイズはねちょっと小ぶりだったんですが、まあでもね、ああいう魚もねしっかり反応してくれるっていうところがね、このねブルフラット48の面白いところでもありますので、まあせっかくなんでね、ちょっと動画でご紹介できればなと思うんですけども、まずタックルはねこんな感じ。もうね、内物にはね大のお気に入りのこのジーニアスプロジェクトのグラビアス、これはね一番初代のグラビアスかな、未だにね使いやすいんで、なんだろう、ジグストとかはたまた、テキサスリグの釣りとかね、そういうの全般にこのね、グラビアス使っているんですけども、糸はねこれフロロカーボン、バリバスのアブソルートの、16ポンドめちゃくちゃ強くてしなやかでね、一度使っちゃうとなかなかね他のラインに戻れないっていうね魔性のラインなんですけども、バリバスのね、まあ、16ポンドのフロロカーボンだよっていうところと、竿がねこんな感じで、ロデオクラフトのですねこれホワイトウルフっていう竿の、17ポンドクラスっていう竿ですね。ですね、この前のね一番直近のライブ配信なんかでもね話していたんですけども、こういったブルフラットのね釣りやるときに、どんな竿がいいですかみたいなのでよくねトークしたりしてるんですけども、ミディアムヘビーでもいけますかみたいな感じでね、お話が進んでいって、自分の中の印象だとこのホワイトウルフの17ポンドクラスっていうのが、H パワー相当ぐらいじゃないかなと思ってね、使ってるんですけども、ミディアムヘビーよりはちょっと強めの調子なのかななんていう印象で使っております。だから、まあヘビーアクションのロッドの方がこの 4.8 使う時はですねおすすめだよなんていうね、ことをよく言っているんですが、それっていうのが久しぶりに自分もね使っていて思い出したんですけども、これねこう自分針先を出さないんですよ、こうオフセットフックで、でここをギリギリね薄刺しにしてこっちにね、露出しないようにしているんです。これによって非常に根掛かりしづらいようなイメージでねこういうセッティングしてるんですけども、よく雑誌とかで書いてあるのはこう一回出してでこうちょっと針先をね、隠してね、こんな感じのセッティングが推奨されておりますが、結構きつめのカバーね、特にちぎるなんかがいっぱい群れているようなですね、なんかそういったややこしいカバーに入れて誘いたいっていうのがあって、これ一回今抜き刺しちゃったんですけども、本番はもうここ一回も抜き刺さないでこの薄皮一枚残して、それでもってこうオフセットをセッティングするね、こんな感じでリグるんですね。そんな時に H パワーのちょっと強めの調子の竿であればガツンとねこの皮をね薄皮を破ってこうフッキングに至るっていうね、
そういうね思いも込めてヘビーアクション以上のね竿をね使うことが多いかなっていうね、まあこういう感じなんですね。でまあチビバスであればそもそもこの薄皮も破れないのでフッキングしないのでっていうことでもう45アップ以上だったらもうこれ釣れちゃうぜっていうねそういうね感じで使ってるんですが、まあ今回はねあのよっしゃゴン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 ってきたと思ってね上げてみたらね非常に小ぶりなバスだったんでうーんって感じだったんですけどね、まあ相変わらず釣れますね。これはね、ちょっと亀山だとね 3.8 っていう考え方もあるんですけども 4.8 で全然ね、よく食ってくるんで、ちょっとこういうボリューミーな方をね選ぶっていうのは一つね手じゃないかななんていうふうに思います。ちょうど釣りの大会の本番の時に、もう大名人のアッキーさんがね、ポイントがバッティングして、ほぼね、同じようなエリアでやってたんですけども、アッキーさんはですね、ハイドアップの、スタッガーワイドですね、のデカめのやつ、それでね、やっぱ食わしてましたね。で、多分ね、釣れた位置もね、大体同じ位置なんじゃないかなってね、思ったんですけども、こういうでかいのじゃないと食ってこないよなんていう風におっしゃっていて、あ、考え方は間違ってないんだなね、大会本番の時はねすごいそれで、覚えてるんですけども、その前日にね自分はねほぼ全く同じところでやっぱりボリューミーなこういった 4.8 色もね偶然ね結構似てたんですね。スタッカーワイドのデカめのこういう感じの色ね、これでね貴重な30センチオーバーをねアキさん釣られていたなっていうねそんな印象があるんで、いやちょっと本番ではねこの実はブルフラット48ね火吹かせることできなかったんですけども、ただまあ日曜日の前日土曜日結構土曜日も人はいっぱいいました。入れ替わり立ち替わりね、打たれて打たれてで自分もね動画の中で、出てたと思うんですけど、同じようなところを何回も何回も打ってね必要に打って、その末にねコン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 って感じでねバスが釣れてくれたんで、まあ丁寧に寝かからないようなセッティングにして、まあ気の済むまで打ち直す、こんな感じの使い方が一つね、ポイントじゃないかななんて思います。でこれを抜き刺さないようにねこう薄皮をね破らないようにこうせっかくリグルじゃないですか、こんな時にすごいねすごい役に立つのがやっぱりこのジーニアスプロジェクトのですねこのフックキーパーなんですよね。ベイトフックキーパー見えますか。これだとこうせっかく綺麗にねリグったやつ針先を露出せずにこうやってね組むことができるんですね。このパーツね、このパーツだけで売ってるんで、で大体のねリールにねつくかと思うんで、シマノとかねこれねまあおすすめですよ。せっかくこう綺麗にリグった後にどっかガイドとかにかけたり、あとこういうとこにかけたりしなきゃいけないっていうね、こう針先を出さないとなかなか収まりが悪いなーなんていうね、それを投げる前に一回こうまたちょっとフックの位置とかを微調整してそれで投げるってやっぱりちょっとね何回も何回もやるとストレスになってくるんで、このベイトフックキーパーがついていればこうやってピッてね取ってもうすぐに投げる、モーションに移れるんで、で釣れないやつったらこうやってねもうすぐにね、しまってでくるくるポンでこう竿を置いてっていうね次の流れに移れるんで、地味なんですけどこのねベイトフックキーパーね重要ですよっていうことで、はい、久しぶりにね、ブルフラットで釣れちゃったんでなんか饒舌にね、語っておりますが、練習中の出来事でございました。はい、というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、
千葉県のね亀山ダムね、激スレの土曜日ね、ブルフラット48だったら魚を引っ張ることができるかもしれない、ね、そういった感じの動画でございました。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。